ワンステップで。AJ ユナイテッドメッシフリーキックザファーストテイク。メッシってすげえな。1年前で全52ゴールのフリーキックがありました。やばすぎ。すげえ。でまあ多分さ、そっからも何個か決めてると思うんですよ。だってメッシそれファーストテイクでしょ全部。むずくね。メッシはファーストテイクだ。メッシはファーストテイク。メッシは完全にファーストテイク。だその52ゴール多分まとまってる動画が多分あると思うんですけど、まあ概要欄それ貼っときます。はい。その中から抜粋して何個ぐらい？10。ですよ。3人一応蹴りますけど。なんかまあ合計で30蹴るみたいな感じで。30蹴って。目標どうします？1回でも決まりいいんじゃね。いやそう、だから神業ファーストセイクの時もあんだけやって決まったの多分2個とかだもんね。そうだね。メッシが決めたそこの位置でボールセットして1回からチャレンジすると、ね、でまあこのチャレンジ、はい、神業編もね前にやったんで気になる方は概要欄からチェックしていただければと思うんですけども、やりますか。いきましょうか。チャレンジスタート。どれをチョイスするかっていうところもあるよね。だいたい決まってるのはもう右隅か左隅じゃん、うん、決まってるゴールによって紙コースの位置をちょっと変えましょう。はい。え、これ超赤いじゃん。え、どのキーパーどうした。これじゃない。これだ。これこれこれ。さあまず念願の1球目、いやいや右寄りからの角ではなかったんだよね、うん、微妙な位置だね。微妙な位置、確かバーインしてるんですよ。ただまあ一応セッティングしてあるところに決まれば OK にしましょう。もうここでじゃんけんで決めて、あその順番で、順番もうこれ固定でいきますか。最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょあいこでしょ。チョキでも開けてよ。チョキ出す、出すわ。グー出す。それなのにチョキ出す。最初はグーじゃんけんほい。結構結構吸われてる。じゃんけんだからね。じゃんけんにルールはねえよ。うなずかれた。先輩かな。俺からいっちゃおうかな。1、2、3いきましょう。メッシ神業ファーストテイクいきます。いきます。いいよ。うわいいよ。結構良かった。めちゃくちゃ惜しいよ。めっちゃ惜しかった今。うわマジ悔しい。まず1回目の、はい、お願いします。いきます。全然違った。マジか。逆サイド行っちゃったよ。1球目いきます。はい、メッシ神業ファーストテイク。大杉1球目。うわ。むずいな。むずい。これやばい。完全に右角。さあ続いてですね。やばいなこれ。左の本当に角から右上の隅。これ結構やばいこれ。遠い。距離も遠く感じない？うん、遠い。めちゃめちゃ遠いわ。先輩からいきますか。はい。ただ先輩ここ右だから、うん、まあ負けば、まあそうなんだね、ワンチャンありますここ。メッシファーストテイク2本目いきます。はい。お、いやどう、あ全然距離足りねえ。なんかな。しかもメッシさ、これワンステップであそこやってたからね。キック力めちゃくちゃあるぜ。あったね。じゃあメッシのファーストテイク2本目いきます。いや左これむずいよ。おうわぁ、うわぁ、これはやっぱ思ったより遠いんだね。あー、おーだよ。OK、OK。 さあ、よしよしよし。大杉、メッシファーストテイク、2回目。うわ力んだ。力んだね。距離やべえわこれ。飛ばそうと思ったら。メッシの場合観客がめちゃくちゃいて壁もありキーパーもいる状況で
ここちょっと可能性ありそうな気が、さっきのに比べたら。3本目メッシの直接フリーキックファーストテイク、よろしくお願いします。ここなら負ける。低いね。よし、じゃあ3本目いきます。むずっ。メッシファーストテイク3本目、大関さんお願いします。いきます。うわおお、威力はいい。うわおお、威力はいい。難しい、非常に難しい。さあ続いてちょっと4本目、特殊なんですけど、バウンドさせて神コース、ワンバウンドさせてからの神コースです、これが。ということで4本目、はい、次回のメッシファーストテイク。はい、むずっ。だ かなり高く上げるナイツだよ。いやこのパターンやったことねえからちょっと感覚つかめないわ。むずいわ。相当高く上がんないとみんなそうな感じ。4本目どう？おお、うわおお、うわ、惜しい。いや高さバッチリだったね。てかあんなにバウンドすんだね。で俺もうちょっとなんか低くなるのかなと思ったけど。メッシファーストテイク4本目。うわ全然低いか。うわこれやべえ、これやばいよね。ボールの位置が被ってあれてかめちゃくちゃ遠くないこれ。弾丸だわ。弾丸だわって、なんであんな軽く蹴ってこんな速く行くの。結構ちょっと距離ありますねこれ。狙いづらいかもしれないっていうのは。軽々蹴ってましたけど結構弾丸弾丸なんか軽々なんかこんな感じで蹴ってさめちゃくちゃ速いんだよ。マジ速い。上がったよね。え、じゃああんま曲がってない。いやな、曲がってもいる。曲がってもいる。曲がりながら弾丸ではいるけど、カーブかけるみたいな感じでなんか結構弾丸蹴ってる。ということで5本目いきましょう。フリーキックファーストテイク5本目。お恥ずかしい限りでちょっとよろしくお願いします。決めたいけどなこの距離。あ、5本目。あ、5本目。5本目です。お、力みました。出たかもしれん。出さんで出たかもしれん、力みすぎて。え、匂いチェックしようか俺が。あ、いいです。え、漏らしたってこと。ストレートに言うと、ああ、あいつうんこつけようだ。なるか。メッシフリーキックファーストテイク5本目お願いします。はい、いきます。うわいかねえ。これさなんか狙おうってやるとやっぱ下下がっちゃうよね。力むね。大杉今出たろ。出たかもしれん。うんこ漏らし系 YouTuber じゃねえかよこれ。おお。行きましょう。1分は決めたいんだけど。いや、早っ。いや、ねえ。さあ、もう6本目ですよ。推定距離が28から30あります。どんな感じでしたっけ。弾丸っす。インサイドでこうやってんだけど、めちゃくちゃ速いんだけど、もう映像見た感じ、弾丸にしか見えないの。めちゃめちゃ速いの。お願いします。わかりました。距離がさ、届くかどうかっていうところの問題がそもそもにあるよね。6本目です。ファーストテイク。おー、うわー曲がっちゃった。インサイドであそこまで飛ばねえぞ。いや飛ばない飛ばない。行きましょうか6本目。はい、お願いします。お、お、うわうわー、お、お、うわうわこれ止まんないよね。ああ、6本目。はい、6本目メッシフリーキックファーストテイク。止まった。
止まったね。力んだ。もう早かなり減ってきたね。ということで右隅行きましょう。7本目お願いします。もう決めてよ。おお、ああ曲がっちゃった。いや決めたい、ここはマジで。7本目、はい、お願いします。低い。誰かに起きたいな。一人でもいい。メッシフリーキックファーストグレイク、メッシフリーキックファーストグレイク。7本目。はい、お2回流れたな、あれが。うわ、おい、実況毎回その人じゃね。だけど今度は代表のやつかも。だけどゴールだった、下。さあ8本目にして初の壁下ですね。壁下をゴロで、ね、だからジャンプしたところを下抜いて、うん、あの右下、あのオレンジ色のターゲットに当ててもらいます。ということでメッシ、ファーストメイク8本目。ゴロだけど結構スピードだったからね。エロいよ。8本目、はい、お願いします。あー、あー、ゴールへのパスですよ。メッシファーストテイク8球目、いきます。やべえ、あれ浮いてたね。あれあれあれ、全然こう違うわ。絶対生まれたで、生まれたって。あと2つで、いや誰か決めよう、誰か。ああ俺らには6球チャンスがあるよ。6球チャンスある。じゃあ次はどんなフリーキックが来るでしょうか。もっと走ら、9本目9本目のフリーキックになります。もう個人だと2本しかないからね。誰か1人決めようぜ。あと6本ある。狙ったのが大体左に逸れたんで、ちょっと右側を狙いながら曲がってくれたらいいなと思います。お願いします。任してくれ。本当に右だな。あんな綺麗な回転かけて決めてよな。9本目です、はい、行きます。おー、うわー、やーべ、のろ。回転はすごかった。回転すんごいかけた。メッシフリーキックファーストテイク9球目。おうわうわ、お今落ちたな、ボールが。やばい、ラストだよこれ。これがファーストテイクなんだよね。もうこれ嘘なしのファーストテイクだから、これはこれでしょうがない。ただ決めたい。最後に決めたらかっこよくない？いや、これ綺麗すぎるわ。15だって後ろの角に突き刺さってるもん。最後決めやすいのにしようよ、せめて。これめちゃくちゃ近いっす。もうちょっと、もうちょっと、やっぱ可能性がありそうなやつをやっぱ、その選んでるやつも完全に取られてますから、ね、これもファーストテイクだから。蹴ってるからね、これ。あ、そこまでやる。このスワールでファーストテイク。ラスト行くぞ。はい、リオネルメッシー。ほんとラストっす。誰かしら決めよう。スアレス役も完璧に遂行しよう。そう、今回はもうラストなんですけど、うん、左上、はい、壁にスアレスがいてですね、壁にスアレスがいて、蹴った瞬間にゴールにこう行くんですけど、決まって喜んでゴールネットから帰ってくるボールをスアレスが左足に何か適当にぶち込んでるっていうシーンなんで、そこまでねファーストテイクやっていきたいと思います。そうだね、壁コースに決めてしまった場合ボール出ないので、うん、一応あのスアレス用のボールも用意したんで。俺からか。ということは大杉さんがスアレス役、ぶち込めばいいんですね。そうです。もう蹴った瞬間にゴールに走ってってください。メッシ、ファーストテイク10本目ラストになります。怖え、はい、マジを集中しよう。お、来た。お、来た。落ちたな。やべえ、今結構良さそうだったな。あと2人か。ラストですね。お願いします。スアレス頼んだよ。あ、ペイペイ。
おおっ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 惜しい。やばい、これ多すぎ。頼んだ、頼むよ。さあ、背番号8のスアレスもおります。番号ちょっとちげえんだよな。大杉さん、ドライブで俺にぶち当てないでくれよ。怖えんだよな、壁入っちゃうと。正真正銘、本当のラストです。決めて。メッシフリーキックファーストテイク、10球目。こい、うわぁ。痛い痛い。こい、うわぁ。痛い痛い。しかも置いてある方蹴った。近かった。スアレスは再現された。スアレスは再現された。先輩さ、ゴーグルしてたわけじゃないよね。ゴーグル焼けみたいになってた。ほんとだ。したことはできないけど、目いっぱいに膨れ上がる。